どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空がですね、特典航空券の減額マイルキャンペーンをやっておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、なんとですね、ユナイテッド航空が先日ね、マリオットモームポイントからのユナイテッド航空のね、マイル交換レート上がりましたよね。6万ポイントをマリオットモームポイント、ユナイテッド航空のね、マイルに交換していただくと、今までね、6万ポイント27,500マイルだったわけなんですけども、先日からですね、6万ポイントが3万マイルにね、交換することができるようになったわけなんですけども、まあ、そんなね、ユナイテッド航空が アメリカ本土のね、えー、路線の減額マイルキャンペーンをですね、発表いたしましたので、これからですね、ゴールデンウィークね、ありますよね。まあ、ここら辺もですね、対象外になっておりませんので、まあ、空席によってね、ちょっとマイル数は変動してしまうんですけども、まだね、利用することができるっていうふうになっておりますんで、 ゴールデンウィークのね、予定、まだね、決まってないよっていう方はですね、ぜひね、利用していただければな、なんていうふうに思いますので、気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。ということで、まずね、キャンペーンの詳細ですね、今回ね、特典航空券旅行セール、アメリカ行きのフライト、片道2万5000マイルからご予約くださいということで、こいつやとね、こんな感じになっております。で、予約期間がですね、2023年3月の25日から、2023年4月の7日までっていうふうになります。 で、登場期間がですね、2023年3月25日から2023年5月の18日までっていう風になります。で、今回のキャンペーンがですね、アメリカ本土の片道の必要マイル数が 2万5000マイルっていう風になります。本来ですね、こちら3万7000とか3万6000とかね、まあこのぐらいのマイル数なんですけれども、まあ今回のセールですね、2万5000マイル片道からね、利用することができるっていった形になります。で、対象の空港はですね、アメリカ本土の空港、羽田空港、関西空港、成田空港ということで、こちらね、ハワイとかね、路線は残念ながらね、こちら対象外っていう風になります。で、またね、今回のキャンペーン除外日なし、 ということでこのね期間中にですね5月18日までね利用することができますのでゴールデンウィークもですね利用することができるって言った形になりますで、今回はね対象クラスがエコノミークラスっていう風になるんですよね で、今回ですね、アメリカ本土であれば、どのね、路線も今回ね、片道2万5 0マイルからね、利用することができるっていう風になりますんで、ユナイテッド航空のね、通っている場所は、ニューヨーク、ワシントン、シカゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ダレス、ヒューストン、デンバーっていう風にになるわけなんですけども、こちらに関してはですね、どこね、利用していただいても、片道ね、エコノミークラスにはなりますけども、2万5 0マイルでね、利用することができるっていう風に、 なるんですよねまたねユナイテッド航空の えー、マイルはですね、もともとサーチャージがかかんないんですよね。ですので、2500マイルで、えー、発券することができるんですけども、東京発はですね、残念ながらね、プラス7000ぐらいかかっちゃうんですけども、まあ、帰りの便はですね、基本的に1000円ぐらいでね、えー、数ドルみたいな感じでね、利用することができるっていうふうになりますんで、往復ね、5万マイルになりますけども、まあ、追加ね、1万円以内でアメリカ旅行がね、楽しめてしまうっていった形になるんですよね。ですので、今回のキャンペーン、めちゃ,くちゃ めちゃくちゃいいですよね。是非ね。 ゴールデンウィークの予定ね、えー、決まってない方はですね、今回のね、対象期間にゴールデンウィークね、入っておりますので、ぜひね、利用していただければな、なんていうふうに思うんですよね。ですんで、今回ね、ユナイテッド航空のマイルね、ある程度保有されている方はですね、かなりいいキャンペーンっていうふうになりますよね。で、またですね、冒頭にも言いましたけども、マリオットポイントからユナイテッド航空のマイルはですね、6万ポイント交換すると3万マイルにね、レートアップ先日ね、いたしましたので、まあ、往復ね、利用している いただく場合は12万ポイント交換していただくと6万マイルになりますんで、まあこれでね。往復できるっていう風になります。またね。ユナイテッド航空のマイルへのね。交換っていうのはま前回ね。動画出した時に。 レートがアップしてですね、かなりの方交換されて、即時交換になったんですよね。まあ、これでね、皆さん即時交換になったっていう話で、私のね、動画の視聴者の方で、即時交換にならなかったっていう方もね、1名いらっしゃいましたので、ちょっと最近ね、利用された方はね、ぜひ教えていただきたいななんていうふうに思うんですけども、ちょっとね、この点はね、あの、今から交換するっていう方は、ちょっとね、注意していただいた方がいいかもしれないですね。 先々週ぐらいにね、交換した方は即時交換でね、利用できたっていうのはね、聞いているんですけども、こればっかりはですね、公式サイトにも一応載ってはおりませんので、まあこれから交換されてね、あの、特典航空券のセールなんでね、あの、どんどん空席は埋まっていくと思いますので、今から交換して7日だったらね、結構空席減ってしまうかな、なんていうふうに思いますんで、これから交換する方はね、ちょっとね、注意していただければなと思います。 で、今回のキャンペーンですね。まあもちろんね、特典航空券のセールっていう風になりますんで、まあ東京からアメリカのね、旅行ね、利用していただいてもね、いいと思うんですけども、ユナイテッド航空の前にはですね、エクスカーショニストパークっていうのがありますよね。まあ私の動画のね、解説で、解説動画と利用した動画ね、両方ともありますけども、エクスカーショニストパークもね、今回のキャンペーン利用して、あの、 エクスカーショニストパーク自体ね、利用することができますので、東京からニューヨークに行って、ニューヨークからサンプル、ロサンゼルスで、ロサンゼルスから東京帰ってくるみたいな。まあ、こういった感じに利用していただければ、このね、ニューヨークからのロサンゼルス行き、まあ、こちらね、エクスカーショニストパークっていう風になりますんで、まあ、ゼロマイルでね、発見することもできます。まあ、一応ね、私が検索した感じでね、利用することはできるんですけども、まあ、かなりね、日程的にはガチガチっていう風になりますんで、 でまあかなり日程にね。余裕がある方じゃないとまあ利用することはできないと思うんですけど、もまあもしですね。2。都市ね回りたいっていう方はまあこういった感じでね。検索していただくのもね。いいのではないのかなと思います。まあニューヨーク行って、その後まあロスとか行ってね。まあ1回のね。旅行で2つの都市がね。楽しめるのは非常にあの楽しいとは思うんです。けども、やはりね。あの日数とね。まあお金ね。航空機はね。まあ。 5万マイルで利用することができますけども、まあ、滞在費とかね、まあ、飲食代とかね、まあ、いろいろかかると思いますんで、利用できる方ね、かなり限られると思うんですけども、まあ、もしね、気になるっていう方は、ぜひね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。まあ、基本的にね、このエクスカーショニストパークっていうのは、まあ、上級者向けのね、利用方法っていうふうになりますんで、まあ、気になる方はですね、解説動画どうぞね、え見ていただければな、なんていうふうに思います。 ということで、今回ですね、ユナイテッド航空が減額マイルキャンペーンということで、片道ね、2万5000マイルからアメリカ本土ね、利用することができるキャンペーンを開始しましたので、解説させていただいたわけなんですけども、いやね、ユナイテッド航空のマイルはですね、本当に燃油サーチャージがかからないので、この東京からね、アメリカ本土ね、 ANA マイルで ANA とか JAL マイルで JAL でね、行ってしまうと、今まだ、えっと、片道5万とか6万、5万ぐらいか、かかると思いますので、まあ、それがね、あの、往復でも1万円ぐらいでね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、めちゃくちゃいいキャンペーンですよね。ちょっとね、 私も利用したいな、なんていうふうに思ってるんですけども、ちょっとね、ゴールデンウィークがね、予定が空くかどうかね、ちょっとまだわからないので、まあなんとも言い難いところなんですけども、ちょっと利用できそうだったらですね、ちょっとね、片道2万5 0マイルでアメリカ行けるんだったらね、ちょっとどっか行きたいですよね。 はい。ということで、あとね、そうそう、キャンペーンのね、あの、詳細にね、ちょっと書いてあったことなんですけども、利用規約ね。ユナイテッド航空のね、あの、マイレージサービスっていうのは、2023年の1月1日からね、変更キャンセルね、無料になったんですけども、今回このキャンペーンに関してはですね、あの、払い戻しはね、できるっていうふうに、あの、キャンセルですね、できるっていうふうに書いてあるんですけども、規約にはですね、手数料がかかるっていうふうに書いてありまして、この手数料の値段もね、ちょっと書い 入っておりませんのでもしかしたらねこのキャンペーンに関しては変更キャンセルね手数料かかってきてしまうかもしれませんのでまあ、この点だけはね注意して利用していただければなと思いますまあいずれにしてもね片道25,000万マイルね、かなりいいですよねぜひゴールデンウィーク等々ね、えー、期間中にね予定空いている方はぜひねチェックしていただければなと思いますこちらねキャンペーン の公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、まあ、そこからね、予約していただければ、まあ、普通にね、特典航空券の予約でしていただければ、期間中ね、あの、減額マイルされるっていう風になっておりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ